こんな太ももやこんな下っ腹に悩んでる方、安心してください。それ、反り腰です。寝たまま1回で変化出します。実際反り腰解消した視聴者さんが、これとこれ、すごいでしょ。スマホ持って上向きに寝ましょう。手を腰に入れます。手のひらが余裕ですっぽり入ってしまう方、反り腰気味です。肩骨がすっぽり入ってしまう方は、かなり反り腰です。理想は手のひらが入るか入らないかぐらいの状態です。一回で変化出ますので楽しみにしててください。まずは片足ずつお腹に近づけましょう。スピード勝負じゃないです。できる限り普段動かさない範囲まで高く上げる。呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくりですよ。で、しっかり上げ切ることで普段使わないこの股関節付け根や下っ腹の筋肉を使います。呼吸は止めないで、ゆっくりでいいです。しっかり上げ切るです。反り腰の原因は、腹筋が弱くなったりとか前ももの、ね、筋肉の硬さです。ちゃんと変化出ますので最後まで、ね、一緒に頑張りましょう。 OK です。そしたら次は、膝曲げたまま足をお腹にぐっと近づける。近づける。呼吸止められるようにしましょう。しっかり前ももをお腹に近づけるときにこうやってお尻がちょっと床から浮くぐらい上げると最高です。頑張って。さらに頑張れる人は膝同士つけておくと内ももも効いてきます。ふう、頑張って。呼吸止めないようにしましょう。しっかり下っ腹意識して腰痛い人無理しないで、どうしてもきつかったら上げる一回下ろす、上げる一回下ろす、これでも OK です。で、途中途中ねサボったりとか再生速度を早めたり遅めたりしながら最後まで一緒に頑張りましょう。 OK です。そしたら次は、右の股関節大きく外回りしましょう。内から外に回します、ご自身から見て反時計回りですね。早く回すことが目的ではないです。普段動かさない範囲で動かすことが目的なので、ゆっくり大きく普段動かさない範囲で、反時計回りですね、回しましょう。股関節ゴリゴリなるよって方は痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回しましょう。呼吸は止めないようにして、スピード勝負じゃないですからね。頑張って。呼吸止めないで。よし、OK。ついてきてますか？逆足もいきますよ。左足、内から外に大きく回しましょう。こっちもね、ゴリゴリになるよって方、痛みがある場合は、痛みない範囲で回しましょう。痛みない方はね、ゴリゴリ手も大きく回して大丈夫です。ご自身から見て時計回りですね。内から外に回してます。どうしてもね、股関節ゴリゴリになるのが気になるよって方は、概要欄にね、股関節ゴリゴリになる方向けの動画、概要欄の下の方貼っておきますので、ぜひ試していただければと思います。呼吸止めないで、きつかったらね、再生速度早めたり遅めたり、各種目の最後の10秒、サボっても OK です。よし、OK。そしたら次はですね、膝曲げたまま足パカしていきます。普段開かない範囲まで開ききる、内ももを使って閉じきる。開ききる、閉じきる。なるべく高い位置でやると、こんな感じでお尻が床から浮いてきて、下っ腹にも効いてきます。腰が痛い方は、スマホを持ってる方と反対の手を、こうやってお尻の下入れると、だいぶね、腰への負担が減ります。しっかり閉じきる。スピード必要ないですよ。限界まで開ききる、内ももを使って閉じきる。限界まで開ききる、閉じきる。呼吸を止めないで、なるべく高い位置でやると、下っ腹にも効いてきて、反り腰に効果的です。よし、OK。そしたら、膝曲げたまま足を下ろしましょう。ちょっと休憩しますよ。限界まで息吸って、お腹膨らませます。これ以上膨らまないよーってところまで膨らませましょう。限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐きながらお腹へこませて、吐いて吐いて吐いて、吐いて吐き切って、お腹へこませながら吐き切って、お腹硬くなってれば OK。もう一回吸って、限界まで息吸って、吸って吸って吸って、限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、ふー吐き切って、ふー吐いて吐いて吐いて、お腹へこませてしっかり吐き切って、ふー、よし、オッケー。そしたら次はですね、空いてる手を腰の下に入れます。で、この状態で、手のひらをね、潰すイメージ、ギュッと。お腹で手のひらをギュッと潰すイメージ、ギュッと潰す。
ちょっとこうやってお尻が床から浮いてもいいです。手のひらをお腹でギュッと潰す。この腰をね使ってギュッと潰す。手のひらが潰れてる感覚があれば OK です。ギュッとお腹へこませると手が潰れる感じあると思います。フラス一回一緒にへこませましょう。お腹へこませながらギュッと手を潰す。よし OK。 そしたら次みんな大好きな自転車漕ぎ行きましょう。スピードよりも普段動かせない範囲で動かすことが目的なので、なるべく高い位置で大きく回しましょう。下っ腹使う感覚ありますか？頑張って頑張って。きつい。なるべく高い位置で回す。下っ腹お腹効いてますか？腰痛い人は空いてる手をお尻の下やりとも OK です。頑張れ頑張れ。きつかったら各種目の最後の10秒サボってもいいし、再生速度早めたり遅めたりしてもいいです。頑張りましょう。きつい。頑張って頑張って。よーし OK。 はぁ、きつかった。そしたら一回膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに足を開きましょう。でその状態で、つま先をね内外にねじっていきます。休憩の股関節ストレッチです。この付け根からね動かすイメージで内外にねじっていきましょう。どうでしょう皆さん、ついてきてますか？一応こんな感じでね、きつい種目の後には休憩ストレッチ入ってますので安心してください。もしきつかったらね、各種目の最後の10秒サボる、もしくは再生速度早める遅めるやって、乾燥しやすいようにね自分のペースやっていきましょう。でこの次の種目から一回うつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになる準備してくださいね。 OK、 うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で上半身べちゃっと寝かしちゃって、かかとをお尻にパタパタ動かしていきましょう。なるべくお尻にかかとを近づける。スピード重視じゃないです。で空いてる手でこう裏ももとお尻の境目、ここ触って、ここの筋肉あ使ってるなって感覚があったら最高です。裏ももとお尻の境目の筋肉使うことが目的です。ゆっくりでいいので、ここ意識しながらかかとをお尻に近づけましょう。いまいちね裏ももお尻の境目の筋肉使ってる感覚ない方も、意識しながら練習してればね分かるようになってきますので、一緒に頑張りましょう。呼吸止められるしましょう。よし OK。 そしたら次はですね、足閉じて膝同士つけたまま、お尻の穴をギュッと締める緩める、お尻の穴をギュッと締める緩める、これ繰り返しましょう。締める緩める、でしっかりお尻の穴締め切ると内もももね力入ってる感覚あるんじゃないかなと思います。お尻の穴ギュッと締める緩める、ゆっくりでいいです。しっかりお尻の穴締め切る緩めるですよ。スピード勝負じゃないですからね。皆さんどうでしょう、ついてきてますか？一応ね、各種目の、種目と種目の間の秒数とか、皆さんがね、やりやすいように調整してるつもりなので、もし、早い、遅いとあればね、コメントで教えていただけると助かります。お尻の穴ギュッと締める。緩める、OK。そしたら次、両手を耳の横つきます。で上半身ぐーっと反らします。腹筋のストレッチです。腹筋がね、伸びる感覚があれば、それで OK です。きつかったら、一回こんな感じで、肘ついてちょっと顎持ち上げる、これでもいいです。腰痛の方とかはね、こうやって肘ついて顎持ち上げる方が腰がね無理に反らないのでおすすめです。腹筋が伸びる感覚あればそれで結論合ってます。呼吸止めないようにしましょう。結構ねぽっこりお腹の方は腹筋のね柔軟性がないなんてことよくあるので、しっかりねお腹伸ばしていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。 OK。 そしたらですね、肘、膝ついたままお腹持ち上げる膝つきプランクです。で目線はおへそ覗き込む感じ、わざと猫背を作って腹筋を使います。頑張って頑張って頑張って。腰肩痛い方は肘をねちょっと自分の体の方に近づけるとだいぶ負担が減ります。おへそを覗き込んでしっかり猫背作って腹筋ね意識して使いましょう。腰が痛い方絶対無理しないで、逆に頑張れる人は手を前に出してちょっと腰丸めるとだいぶ負荷が増します。頑張って頑張って。呼吸止めないで、きつかったらサボってもいいですよ。きつい、しっかり腹筋力入れて。よし OK。 そしたら次、上半身べちゃっと寝かせましょう。左足を右こっちに持ってきましょう。左のお腹の前面、ここが伸びてれば OK です。上半身はねべちゃっと寝かせておきましょう。左のお腹伸びる感覚ありますか？
腰が反っていたい方は無理しないでください。もしいまいちね伸びてる感覚ないよって方は上半身ベチャッと寝かしたままつま先をね誰かに引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと持っていくと左のお腹がね伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。腰肩痛い人とかね、お尻とか裏ももつりそうな人とかは無理せずできる範囲でやっていきましょう。 OK 戻します。反対いきましょう。これで右足を次左こっちに持ってきます。右のお腹の前面をストレッチしていきます。右のお腹の前面伸びてるボッケ、上半身はベチャッと寝かしておきましょう。で右のつま先ね誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと後ろに持ってくると右のお腹の前面より伸びてくるんじゃないかなと思います。どうでしょう皆さんついてきてますか。再生速度調整したり各種目の最後の10秒ねサボりながら一緒に完走しましょう。本当に1回で反り腰の変化がね分かりますので楽しみにしててください。でこの次の種目からもう一回上向きになりますのでスマホ持って上向きになりますよ。 OK スマホ持って上向きになりましょう。そしたら次はですね、膝90度ぐらいに曲げたまま、膝同士つけておきましょう。この状態でお尻をギュッと持ち上げる下ろす、お尻を持ち上げる下ろす、膝同士つけておいた方がより効果的ですね。きつかったらちょっと足肩幅ぐらいに広げてこれでもいいです。裏ももお尻使うことが目的です。膝同士つけておくことで内ももにも効きます。いまいちわからないよって方は空いてる手でね裏ももお尻触ってあ硬くなってるな力入ってるなって感覚があれば OK です。あと2回いきましょう。裏ももお尻意識してラスト1回頑張って、うわー初級頑張った。そしたら呼吸しますよ。休憩でドローインという種目やります。限界まで息吸ってお腹膨らませましょう。もうこれ以上膨らまないってところでお腹膨らませます。ゆっくり口から吐いて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 吐きながらお腹へこませて吐い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 て吐きながらお腹へこませて硬くなってれば OK です。よしもう一回吸って限界まで息吸って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 お腹限界まで膨らませてゆっくり口から吐いて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 吐き切ってお腹へこませて最後に吐き切る吐き切ってよし OK。 そしたらねスマホを一回床に置くかどっか立てかけておきましょう。両手で膝を抱えます。ズボラ腹筋という種目です。反動つけていいのでこうやって起き上がりましょう。腹筋使って起き上がるイメージです。首腰痛い方無理しないでください。で全然起き上がれないよって方は大丈夫です。こうやって両手で足を抱える。これだけでも OK です。で、ちょっと頑張れるよって方はね、肩甲骨を床から浮かせると、これだけでも腹筋効きます。本来できる人は、こうやって、ハンドつけて、頑張ってほしいっす。きつい。サボってもいいっすからね。きつい。腹筋意識して、首腰に対して絶対無理しないで、呼吸は止めないで。ラスト1回。うわーし、OK。そしたら次、休憩ストレッチいきます。左足を右、こっちに持っていきます。で、膝を床につけて、この左肩、なるべく床に近づけます。こうすると腰、お尻、背中、この辺がね、伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。これは休憩なので、無理にギューッとねじる必要ないです。お尻、腰、背中、気持ちよく伸びてればいいです。いまいち伸びない方はね、膝をしっかり床につけて、こっちの左肩もなるべく床に近づけると、徐々にね、伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。呼吸止めないようにしましょう。ところどころね、わからない種目があれば、コメント欄で質問していただければ、なるべく答えますので、気軽に質問してください。OK です。逆いきます。右足を左、こっちに持っていきます。で、膝を床につけて、右肩もなるべく床に近づける。右の腰、お尻、背中、伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう？伸びる感覚ありますか？呼吸止めないようにして、これ休憩です。これで、休憩の後はというと普通のねいわゆる一般的な腹筋ちょっときついですけど反り腰にめちゃめちゃ効果的なんで一緒にね頑張りましょう。ふーきつい。呼吸止められるしましょう。ふー頑張って呼吸止められて、よーし OK。 そしたら次両手でこう後頭部をね両手を後頭部で組んで頭しっかり持ち上げましょう。頭しっかり手で持ち上げた状態から腹筋です。腹筋、
肩甲骨がちょっと浮くから浮くぐらい、これで十分効きます。ふぅ、頑張って。ふぅ、頑張れ。首の力で頭持ち上げると首痛くなります。手でしっかり頭持ち上げて、そっから腹筋。頑張って。ふぅ、きつい。頑張れ頑張れ。ふぅ、きつい。頑張って頑張って。ふぅ。腹筋使ってる感覚ありますか？そんなに起き上がらなくてもね、肩甲骨が床からちょっと浮くぐらいで十分効果的です。頑張れ。よし、オッケー。ふぅ、そしたら休憩です。次は足の裏こんな感じで合わせて膝外に広げましょう。パタパタ。膝外に広げながら休憩です。腰、膝、痛い方ね、痛みない範囲でいいです。痛みない方はこうやって外に広げながらパタパタと呼吸止めないように休憩しましょう。結構反り腰の方はね、内股気味とか O脚だったりするんで、しっかりね股関節外に開けるっていう動きが大切です。本当に反り腰変えただけで重心が変わってね、前ももの張りとか下っ腹へこむっていう女性が特に多いので、ぜひね、これ最低でも週に1回ぐらいは継続していただければと思います。 OK。 そしたらですね、もう1回膝曲げたまま前ももをお腹にぐっと近づけます。最初よりだいぶ上がりやすくなってる、そんな感じがしてると嬉しいです。前ももなるべくお腹に近づける。こうやって腰、お尻が床から浮くぐらい頑張って。ふぅ、きつい。ふぅ、頑張って頑張って。ふぅ、お腹効く感じありますか？大丈夫ですか？ふぅ、上げれるとこまでいいです。きつかったら最後の10秒サボってもいいですよ。ふぅ、きつい。頑張って、しっかり前ももお腹近づけて、スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲でしっかり高く上げることが大切。ラスト1回一緒に頑張りましょう。上げ切る。オッケー、よく頑張りました。最後休憩します。膝伸ばして肩幅よりちょっと広めに開いて、つま先内外にねじっていきましょう。休憩の股関節ストレッチです。たくさん使ったので、ね、最後こうやってちょっとクールダウンしましょう。どうでしょう、きつかったですか？一応ね、これで、反り腰に必要な種目、大体ある程度入れたんですけど、早くね、反り腰解消したいよって方は、反り腰に、効くね、骨盤矯正の足痩せストレッチ、概要欄貼っておくので、ぜひこの後ね、このまま続けてやっていただければと思います。あとね、Twitter、インスタも毎日更新しますので、概要欄からぜひご覧いただければと思います。でね、反り腰、最初に行った反り腰チェック、ぜひこれ終わった後ね、皆さん試してみて、コメント欄で結果教えてください。OK です。お疲れ様でした。最後までよく頑張りました。自分自身に拍手。もう全然ズボラじゃない。素晴らしい。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。